はい、今ですね、私はどこにいるかというと、愛媛県の八幡浜というところにいます。八幡浜で、港があるところで、これからフェリーに乗って、大分県に行こうと思ってます。大分県の臼杵っていうところで、ね、2時間30分かかるらしいです。で、今このフェリーを待ってるところなんですけどね、本日平成26年2014年の11月の14日ね、金曜日です。これから、私はねフェリー乗り込むところです。まあ、この辺り結構ね、お店結構ありましたね。ホテルなんかもあるんですけどね。まあ一日何便か出てます。あと別府なんかにも行ってますね、このね、八幡から、八幡浜からね。これから車ごと乗り込みます。